と動けないし、やばかった。こんにちは、ひーちゃんでーす。今日はドッキリ仕掛けていきます。今日のドッキリは、トイレの中に幽霊がいたら、えっちゃんどんな反応するのドッキリ、イエーイ。はい、ということで皆様、暑くなってきましたね。暑くなったらやっぱり怖いもの、ホラーですよね。ということでね、今日はちょっと怖い絵を用意したので、じゃじゃん、こちら。見えるかな？じゃーん、怖い絵でーす。これをですね、トイレの前面に貼り付けて、えっちゃんを驚かせてやりたいなと思っております。それでですね、今日はなんかちょっと LINE してたら夜遅くに帰ってくるそうなんですね。今日は多分終電過ぎちゃうのかな？ 1 時とか2時とか、そのぐらいに帰ってくるという情報を聞いたんで、ええ、これはもうドッキリを仕掛けるしかないなと。これですね。まあやっぱ深夜なんでね、結構普通の日中見るよりも怖いと思うんで、えっちゃんがね、驚いてくれるような仕掛けをできたらなと思います。それではですね、えっちゃんが帰ってくる前にトイレに仕掛けていきましょう。はい、ということでトイレに到着。この怖い絵いっぱい貼っていきまーす。レッツゴー。これ深夜に見たらさ、悪夢見るよね。夢に出てきそう。はい、完成。こんな感じでほぼ一面に顔が腫れたので、これで深夜に帰ってくるえっちゃんを待ちたいと思います。うわっ、あ、お化けだった。うわ、トイレ入れないじゃん。最悪、どうしよう。ちょっと一回中外して、わあ、こんな感じで撮るすんのやだ。一回外してからトイレします。また直します。今、12時半かな？まあ人がいる方が怖いわな。うん、びっくりした今、足音聞かれた瞬間にえって言って、さっき私
方行った時に、うん、いなかったじゃん、うん、どこにいたの？え、普通に作業部屋に。嘘わかんなかった。息潜めてましたから。約3時間息を潜めて待っていました。怖っ。人間は本当にびっくりすると動けないし、やばかった。あの足音聞こえた瞬間固まって顔見てようやく悲鳴が出た。あ、なんかやってんなと思って、うん、やってんなって思ったの、うん、あーなんかやってるわみたいな。カメラあるんだなって、うん、ちょっとどこかわかんないけど、うん、あるんだなと思って、うん、からの人間がいる方が怖えよ。全然これより人間いる方が怖いから。こねろこねろ。あーあー、かわいい。よしこちゃんが。え、だって。よしこちゃん。よしこ。よしこが。加工依存症のよしこ。ちょっと。怖っ。いや、この画像を冷静にちゃんと見ると怖い。怖いでしょ。うん。怖いけど、それよりも人がいる方が怖えよ。ああ。おしっこ漏れるかと思った。トイレ行っても、トイレ行こうとしてたの忘れた一瞬。いつだったかな、あれ。4年ぐらい前に、オタケンコラボでかけられたことあって。あー、そっか。うん。それ思い出した。なんだっけ、三重だったかな、なんか名前。なんかね、名前ちょっと忘れたけど。それを思い出したから、なんかふわってちょっと懐かしい気持ちになるくらいのやつだって。なんだ、ね、もっと私はね、悲鳴をね、予想してね、ギャーみたいな聞こえてるんだなと思ったの。いやー、もう全然、それはね、出なかった。むしろよ、むしろひーちゃんが来たことにギャーだった。本当に。はい、あの、ありがとうございます、こんな遅くまで。あ、いいえ、とんでもないです。待って、会議やりました。はい、トイレ入らせてください。いや、疲れて帰ってきて、これはきついよ。いやマジで。逆にやってよっか、今度。結構怖いよ。結構怖い。きついっす。きつい。きついっす、私はちょっと。はい、ということで。はい。まあ、ちょっと、うん、油断してた、最近ドッキリかけられなかったから。あ、そうだよね。お家でもね、なんかね。そう。ひーちゃん、長野に行く前のマジの最後のドッキリだね、これね。本当だよ。いや、もう本当にもうね。石をついてくれ。してくれ。知らないでいい。セミレイツ、本当にやるから。マネージャーに勝手に鍵借りたりするんだから、あれ本当に。まあちょっとね、はい、めっちゃ怖かったんですけど、別の意味での怖さでしたけど、あの画像あれきついね、怖いね、あれね。なんかちょっと頑張って作ってくれたみたいなんで、あの LINE 公式でよしこって打つとゲットできるようにしておきます。あら、嬉しい。みんな壁紙にしてね、はい、みんなひんやりしてください。私の気持ちを味わってくださいということで、こちらの動画が、ひーちゃん頑張ったよ、私。うん。私、なんでよしこでビビんないねん。なんで人でビビってんねんって思ったら、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。はい、じゃああなたは、すぐにタクシーで帰れ。うん、はい、帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。